当センター老年病態研究チーム研究副部長豊田正史先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今ご紹介がつかりました豊田と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。で、今日非常に天気が良いっていうところで非常に素晴らしいんですけれども、実は私ちょっと花粉症で、本当はマスクを外してですね、皆さんにお顔を見せた上でご講演したかったんですけれども、万が一のことをちょっと考えまして、マスクを着用させた上でご講演させていただきたいと思います。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、今日は新型コロナウイルス感染症の診断、そしてそこで行われている PCR 検査、そして抗原検査というところに関してお話をさせていただきたいと思います。で、途中ちょっと難しいことが入るかもしれません。で、その時にはですね、あ、そうかっていう形で簡単に聞き流してもらっても結構です。で、押さえておきほしいところは強調して、そしてまた重ねてお話しさせていただきますので、そういうところをちょっと気にかけていただいてですね、ちょっとでも知識の中に積み込んでもらえたら嬉しいかなというふうに思います。ではお話しますね。皆さん病気になったらどうしますかっていうと、いろんな症状が出ましたらまず病院に行きます。で、病院に行くと診察を行いますよね。で、診察の時にお医者さんから問診、そして必要に応じて検査を行って、ここで出た診断をもとに初めて治療が行われるという形になります。診断がちゃんと立てないとそれに沿った適した治療が行われないという意味で、この診断というのは非常に大事な部分になります。で、これに対してじゃあ COVID-19 の場合はどうかというふうになります。で、ここで主な症状としては発熱、熱が出ました、あるいは咳が出ました、喉が痛いっていう症状がありますよね。こういうふうな形になると病院の方へ訪れます。で、先ほど言ったように診察を受けて診断に至るまでに検査をします。で、この検査というのが、実はこの COVID-19 に関しては PCR 検査と抗原検査のこの2つしかありません。この2つです。つまり COVID-19、 いわゆる新型コロナウイルス感染症にかかりましたか、かかりませんでしたかっていうのを判断するのはこの2つの検査のみです。その意味でかかったかかんないを判断する上で、この検査というのの重みというのが非常に重要になってくるということになります。じゃあここで実際に COVID-19、 新型コロナウイルスって何かっていうのをちょっと振り返ってみたいと思います。もう多くの情報がありますのでね、改めて説明するっていうことはないとは思うんですけど、振り返っていただければありがたいです。で、COVID-19 は感染者の咳やくしゃみ、あるいは単なる呼吸するという中でウイルスが排出されるという形になります。で、当初、発生当初は接触感染が非常に濃厚だっていうことで、手指消毒しましょうという対策が取られました。で、そのうち飛沫感染がっていう話が出てきて、その飛沫を飛ばないような距離を取りましょう、そしてマスクをしましょうというふうになりました。そして、まあ感染力がだんだん強くなってきたっていう話になってくると、実はこの飛沫の中でもさらに小さい、いわゆるエアロゾル、簡単に言うともう空気感染って言ってしまえばいいんですけれども、そういった状況になってくると漂うようになってきた。なので、その漂ったものを流してあげましょうということで、換気をしましょう、そしてマスクをしましょうという対策も変わってきているというところになります。こうして漂ったウイルスといったものがお口あるいはお鼻で呼吸する中で体の中に入って、そしてこの鼻の奥のところのところでより多く感染をする、感染するということはこのウイルスが体の中に入るということです。で、ここで終わってくれればいいんですけれども、例えばインフルエンザ、皆さんよく聞くインフルエンザというのはここで止まってくれるんですけれども、このウイルスの厄介なところは体の奥の方にも入ってくるということです。で、これが肺の中へ入って、肺の中でどんどん増えてしまうと、いわゆる重症化っていう形になります。で、さらにですね、このウイルス最近は肺だけではなくていろんな臓器に行くことが分かってきています。
例えば心臓であるとか腎臓であるとか脳であるとかっていうところにも行くことが分かっている。で、そういうところに入り込んでしまったがためにいわゆる後遺症という COVID-19 の後遺症あるいはロング COVID っていう言い方をしますけれども、長くそういう症状が続くのはそういったウイルスが体の奥深くに入ってしまったがために起こっているんだろうというふうに考えられています。で、こういったウイルスというのは今まであんまりなかったウイルスで厄介なウイルスという形になります。だから逆に言えばここら辺でとどまっているときに治療ができればいいねっていうことになる。で、そういう診断をするっていう必要性が大事、ますます大事になってきているというのが今の状況だと思います。じゃあそもそもウイルスってここ見てもらうと大きいウイルスを書いてありますけど、ウイルスってどういうものなのかっていうのをちょっとだけ考えてみたいと思います。で、ここでいろいろ書きましたけれども、はっきり言ってちっちゃいということを頭の中に置いて、どれくらい小さいのかっていうともう全然目に見えないものというふうに考えてもらえばいいと思います。皆さんがよく目にすることができるのはこういうカビがある程度増えてきたところ、ここら辺までは肉眼とかで見えると思います。もうそれよりも小さくなると特殊な顕微鏡あるいはさらにもっと小さく見るとこの電子顕微鏡っていうかなり大掛かりな顕微鏡を使って初めて見えるものがウイルスといったものです。で、このウイルスどんな形をしているのかっていうと、これは新型コロナウイルスの形を模したものです。で、大きく拡大するとこんな感じなんだけれども、実は非常に単純な形です。それはこういうタンパク質と呼ばれる殻の中にこの長くずっと螺旋状にあるようなこういうゲノムと呼ばれるこの2つの集合体です。この周りを囲むのがタンパク質という殻、そしてその中にゲノムと呼ばれるものが入っている、たったこれだけです。で、そのタンパク質がたくさんあるんですけれども、このゲノムの中に核酸、後でまたお話ししますけれども、呼ばれる DNA または RNA が入ったもの。で、この RNA という物質が入ったものがコロナウイルスです。で、こういう形をしています。で、これ実は非常におとなしいです。普段おとなしいっていうのは何もしない。実はね。ところが、生き物の中に入っちゃうと悪さをする場合があると。つまりそこら辺に置いとけば何でもないんだけれども、体の中に入ってしまうと厄介なことをしてしまうことがあると。で、その何に入るかっていうのを決めるのがいわゆるスパイクと呼ばれるようなこのトゲトゲのあるタンパク質です。だから普段は増えないんだけれども他の生物に入る。じゃあどの生物に入るのか。で、コロナウイルスは人の細胞に入ります。で、皆さんよく最近ニュースなんか出てる鳥インフルエンザってありますよね。鳥インフルエンザっていうのは実はどこに入るかっていうと鳥さんに入る。だから鳥インフルエンザという。普通のインフルエンザは人に入りますよね。で、それはここの形がちょっと違うだけ、ちょっと違うだけでどこに入るかが決まるというところになります。で、こういうところでこの入る宿っていうかね、このウイルスさんの寝床みたいなところを示す生物のことを宿主と書いて宿主と呼びます。宿主と呼んで、例えば鳥インフルエンザは鳥が宿主、それからコロナウイルスやインフルエンザみたいなものは人が宿主という形になります。で、じゃあどうやって増えていくのかっていうことを考えなきゃいけないんだけれども、その前にちょっと生き物ってどういうものかっていうのをちょっとだけ説明させてください。生き物っていうのはさっき言ったもともと遺伝情報っていうのを持ってます。で、多くのものは DNA っていうもので遺伝情報が書かれているのね。この DNA っていうのは4種類 AGCT って書いてありますけれども、4文字でできています。ちょっと難しいと思ったら、日本語は50音 あいうえおですよね。で、英語だと ABCD ってなるから26文字ですよね。それで文章ができますよね。
で、遺伝情報っていうのはこの AGCG って4文字でそれが書かれている、文章が書かれているっていうものです。で、これを直接我々が体を構成するようなタンパク質にするんだけれども、直接はならない。言ってみればこの DNA っていうものを一回 RNA というものに置き換えます。言ってみればここが日本語の標準語だとすれば、ちょっと違う関西弁に直すようなもんです。ここの4種類の文字が1個だけ違う、これ U というか、ね、だから日本語をまあ関西弁に直して、その関西弁を通してタンパク質を作るという過程を経ます。で、これをちょっと難しい言葉で言うと、セントラルドグマっていう言葉を使います。でもこの言葉を覚えなくて結構です。覚えておいてほしいのは、これが DNA、 その次に RNA、 そしてタンパク質になる、この順番を覚えておいてほしいんです。 DNA、 RNA、 タンパク質と、そういうふうになるということを覚えておいてください。じゃあ人はどういうふうにして遺伝情報を持っているのか、そしてどうやってタンパク質を作っているのかということを見てみますと、人の体っていうのは38兆個ぐらいの細胞ができています。その細胞一個一個にこういう遺伝情報っていうのが含まれていて、通常は染色体と呼ばれるものに包まれています。言ってみれば一冊の本だと思ってください。で、本を開くと文字がいっぱい書いてありますよね。文章が書いてあります。それが遺伝情報は、さっき言った4文字がダーッと書いてあると、そういうふうに考えてもらえばいい。でもちょっと特殊な書き方をしています。それは二重らせんという形で、いわゆるペアを作って書かれている。一行一行じゃなくて二行が一つの形で書かれているというふうに思ってください。で、4種類の文字のペアがもう決まっていて、 A と T、それから G と C、ここね握手の字だったんですけども、ちょっと文字化けしてね、バッテンになってしまったんですけれども、A と T がペアを組みます。それから G と C がペアを組む。ここもそうなってます。こうやってペアを組んで、こういう形になります。で、これをタンパク質に戻すときに、どっから読みたいな、第何章を読みたいなっていうところがあったら、指令が出てこの部分がほどけます。ほどけて 1列になる、2つに分かれてね。そうするとこの開けたところに RNA ができます。で、その部分をたくさん作ってあげると、この RNA を通してタンパク質ができると、いわゆるセントラルドグマっていったように DNA、 RNA、 タンパク質という。で、ここの RNA がたくさんできるとタンパク質もたくさんできるというような形で、我々は体を作っているというふうに考えます。このことをちょっと頭に置いといて、じゃあウイルスさんはどうやって体の中に入ってウイルスを増やすのかという形になります。で、これがウイルス、コロナウイルスの侵入の方法です。さっき言ったこのトゲトゲというスパイクと呼ばれるところが、人の細胞の、あの受け手とぴったり合うんですね。そして結合をする。そうすると、お、捕まえたぞっていう形で細胞が中へ入ってきます。で、難しいことを省いてしまうので、簡単に言うと、省くと中のウイルスの RNA が出てきます。そうするとこの細胞自体は常にセントラルドグマっていう DNA、RNA、タンパク質というお仕事をずっとしてるんだけれども、ここにこのウイルスの RNA がいわゆる割り込んでしまいます。で、このシステムを使って、体の中で細胞の中で行われているこのシステムを使って、この RNA、 ウイルスの RNA がタンパク質を作る。で、それだけならいいんだけど、このコロナウイルスはもっと賢くて、行列に割り込んだだけではなくて、自分のをもっと作れ、自分のやつを優先して作れっていうような指令を持っています。なので、一回入ってしまうと、あっという間にウイルスの RNA がドバッとできる形になります。
そうするとそのウイルスからタンパク質ができる。でそのタンパク質を使ってウイルスがもう一回出来上がって、そして外へ出て、こうやってウイルスを増やして、しかもそれをまた外へ拡散させるという、こういう形でウイルスが増えていくという形になります。じゃあ実際にどこから入るのかって、先ほどの場所戻ってくると、いわゆる鼻腔あるいは鼻咽頭といったところに最初に感染をします。感染をします。だから皆さん検査をするといったときに、お鼻の中にちょっと綿棒よりちょっと長い、これスアブっていうんだけれども、長いものを突き刺して検査しますよね。でこれさっきウイルスはものすごくちっちゃい、目に見えないって言ってましたよね。だからこの中のどこに感染してるかっていうのは実はよくわからない、人によっても違う。だから実は鼻の中に突っ込むときに、お医者さんにビーンとなんか取ってもらうけど、これって暗闇の中に棒を差し込んでつっつくっていう形なんですね。だからどこにあるかわからないから、くる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 回して、まあ、いるかな、いないかなっていうふうな形で探します。そうやってウイルスを捉える形になる。でちょっと増えてくると、これが唾液の中に混ざってきます。なのでこの唾液を使って、この中にウイルスが出てるか出てないかというのを調べるという形になります。で鼻咽頭とかで捕まえた、この先っぽのところに捕まえたものを特殊な液の中に突っ込んで、でこれを使って検査をするということになります。で最初に言いましたけれども、この検査は2つあるって言いましたよね。1つが抗原検査で、もう1つが PCR 検査です。でこの違いは何かっていうと、この抗原検査というのは、ここにあるいろんなウイルスの特徴をしましたタンパク質に対してそれを検出するものが抗原検査です。一方で PCR 検査というのは、このウイルスの中にあるゲノム、 COVID-19 の場合は SARS-CoV-2 というウイルスの名前がついているんだけども、このウイルスの RNA を検出するのが PCR 検査です。だから抗原検査と PCR 検査は見るものが違うという、ここをきちんと押さえておいていただければいいかなと思います。じゃあ実際に抗原検査というのがどういうものなのかというのを見てみましょう。そうするとこの抗原って言われるのは、いわゆる異物です。異物が体の中に入ると、それを排除しようとして抗体っていうのが体の中では出ます、できます。この抗原に対する抗体っていうのは、一体したように近い形ができるんだけれども、それはこのタンパク質に対して抗体というのができます。例えばこの突起物に対してできるのが S に対する抗体、それからここのメンブレンとか、ここら辺のね、エンベロープっていう、いわゆる釘みたいな殻を閉じ込めるような、こういう釘のようなところにもタンパク質があるんだけども、ここに対するタンパク質を認識するものが E に対する抗体で、これバラバラにすると、ここのゲノムの中にペタペタくっついてるこういうタンパク質、まあ N っていうタンパク質なんだけども、この N というものに対する抗体とか、こういったものを認識させる抗体っていうのができるのね。でこういった抗体をあらかじめ作っておきます。作っておく。そうするとこういったものが侵入した時に認識をするだろうというふうになるのね。で皆さんよく見ることになると思います。抗原検査やったことがあるかなと思いますけれども、そこの抗原といったものをこのポタポタポタというふうに垂らしてあげる。そうするとここに薄い層の膜があって、これをここの物質が流れていくんですね。でここの部分に、まあ、いわゆる T って書いてあるところに、コロナウイルス特徴的なタンパク質を認識するような抗体をだらっと並べておきます。そうするとこの液がそこを通過したときに、この抗原というものと結合する。で結合するときに光を
発色するようにしてあるので、ここで捉えられたらここに線が出るという形になって、この人は陽性ですという形になります。ここに出ないとそういうものはなかったですよという形になんで陰性というふうに判断をします。これが抗原検査です。じゃあ PCR 検査はどういうものなのかっていうのを次考えてみたいと思います。 PCR 検査っていうのは殻の中、タンパク質の殻の中にあるゲノム、 RNA を認識するものだ、検査するものだって言いました。でも通常は殻の中に入ってますよね。殻の中に入ってるので、これを出してあげなきゃいけない、殻を破ってあげなきゃいけない。でそういうのを抽出ということを、でこの抽出をしてあげると、こういうチューブ状の液の中に RNA だけが出てきます。でこれ大体操作で言うと、まあ、30分から1時間ぐらいで、早いものだと10分ぐらいでこういう状態にすることができます。でこういう状態になったら、ごめんなさいね、検査をする形になります。でその時に今度 PCR 検査っていうのをします。でこの PCR 検査をするということの原理をちょっと説明するために、ちょっと一旦このウイルスから離れます。でもう一回最初のゲノムのことをちょっと思い出してもらっていいですかね。こうやって二重らせんになってましたよね、我々の体の中に。でこの中でこの部分を増やしたいんだ、全体たくさんある中でこの部分だけ増やしたいんだっていうふうにしたときに、この部分二本差になってます。しかもこうやって双方、さっき握手してたところですけれども、こういうような形になっています。で体の中では自然に必要なところが開いて、で増やすことができましたよね。ちょっと思い出してもらっていいかな。でも実際に体の外に出してしまうと、なかなかすぐにはそうはいかないんですね。だから実はこうやって熱をかけてあげる。熱ってどれくらいかっていうとね、95度ぐらい、もう沸騰に近い温度をかけてあげるんですね。沸騰に近い温度をかけてあげると、この2本だったものが1本1本に分かれてきます。でこのまま置いといて冷やしてあげるとどうなるかっていうと、実は元に戻ります。元に戻るのね。元に戻るんだけど、その性質をちょっとうまく使ってあげると、実はこれよりも短いものの方が早くつくようになります。短いものの方が早くつくよう、これを実はプライマーというふうに呼びます。短いものがつきやすい。そうするとここまだ足りないよねって、でこれを埋めるためにこういう実は酵素というのを入れてあげて、ここの素材になる塩基っていうもの、ここをたくさん入れてあげると勝手に修復してくれるんです。だからここのプライマーというものをくっつけてあげて、その上で伸ばせ伸ばせ伸ばせということをしてあげると完成する。そうするとよく見てもらうと、ここと同じもの、これ最初1個でしたよね、1個1組だったものが、この過程を熱変性、アニーリング、伸長というふうにすると、この同じものがここで2組できますよね。つまり1回回すと1個が2個になる。これが PCR っていうものです。そうするとさっき同じことを言いますけれども、ここを増やしたい、熱変性で1個1個にします。でプライマーをつけます、伸ばします。そうするとこれと同じものがこことここで出来上がるので、1が2になります。これをもう一回繰り返します。そうするとこれをまた2回に分かれますね。こことここに分かれる、これはこことここに分かれます。そしてアニーリングと伸長ってすると、ここがまた2本差になる。そうすると
2個あったものが1、2、3、4と4つになります。で、同じことを繰り返すと今度4つがあったものが8個になるという。そうすると1回回すごとに2回、4、8ということで2倍、2倍、2倍に増えるということです。これが PCR の原理というところ。そうするとこれで PCR が検査ができるかなって思うと、あれちょっと待てよって思いますよね。コロナウイルス取ってきたの何かっていうと RNA でしたよね。 RNA、 ここで PCR の原本にあるのは日本産の DNA ですよね。だからかけられないじゃないか。まさにその通りで、ちょっと工夫が必要になります。それはこのセントラルドグマでいうと DNA、 RNA、 タンパク質でした。だから RNA から DNA を作ることは実はできない。通常はね、できない。 RNA からできるのはタンパク質っていうのがセントラルドグマでした。でも実はこの RNA を DNA にするという酵素が見つかった。これを転写の反対をするから逆転写という、こういうことをするタンパク質が見つけられたのね。で、こういうふうにすると RNA、 要するに関西弁を標準語に直すというようなことができるようになった。例えばここは RNA の言葉で CAAGCU っていう書かれていたものが、この逆転写っていうものを使うとそのまま DNA の言葉標準語に直してくれるという形になります。そうするとこの RNA が DNA というものに置き換えられるという形になります。こういうふうにして行うのが RT-PCR。 RT っていうのは逆転写のことを意味します。で、ウイルスが RNA でした。 RNA を熱変性で伸ばしてあげて、そこに逆転写っていうさっきの酵素を入れてあげると RNA から DNA ができます。と、この DNA を使えば必然的に二本差ができるようになっているので、二本差の DNA が生まれるという形になる。で、これがさっきの PCR のところのシステムに乗っかれば、最初初期値が1個この1組だったものが1回回すと、このさっき言った熱変性アニーリング伸長というこのぐるぐる回る過程を1回回すと2個できる、2組できる。じゃあ2回回すとっていうと2が2倍になるので4つできる。で、実際の PCR 反応っていうのは40回とか45回とか50回回します。このサイクルをぐる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 回していきます。じゃあどれくらいになるのかっていうと、実はすでに40回回したところで1兆を超えます。つまり最初 1個しかなかったものが1兆個まで増える、40回回すと。これが PCR のすごいところ。例えばどういうことなのかっていうと、皆さんここに集まって机の上、ほこり見えますか？きれいに拭いてあるからなかなか見えませんよね。でもそれが溜まってくると目に見えてくれますよね、ほこりが。そういうふうに目に見える形にしてくれるというのがこの PCR のすごいところ。1個種があったらその PCR をすれば1兆個までそこに物がありますよっていうのを知らせてくれるというのがこの PCR です。こうやって1個のものを、これ増幅っていう、増やすことができるということ。種が1個でもあればそれを目に見える形まで増やしてくれますよというのがこの PCR です。じゃあ我々この増幅の過程っていうのはなかなか目に見えないので、目に見たいなって思う、どうやって増えてるのかなって見たい。で、その見える方法として光るものをあって、光ればものが見えるようにする、あ、出てきたな、光ってるなっていうのが分かるようにするっていうのが、いわゆるこのリアルタイム PCR って呼ばれるものです。
前は PCR をかけると PCR の反応が全部終わった後に出てきたかな出てこなかったかなって調べるんですけれども、そうではなくてもう反応の途中でどれくらい出たのかっていうのがリアルタイムで追うことができるようになった。でそこに利用されるのが蛍光物質というものです。これ2つあります、方法としてね。1つはこうやって DNA をどんどん増えていく、この途中で蛍光物質が取り込まれる、こういう方法が1つあります。伸長反応の時に蛍光物質が取り込まれて、そうすると出来上がったものがピカピカ光る。で光る量が多ければたくさんできたことになるという方法です。でもう一つはもっとちょっと厳密、さっき増やしたいところの両端にプライマーっていうのを作るって言いましたよね。このプライマーの他にもう一個別の場所に、これはプローブっていう名前で呼ばれているものを作ります。でこのプローブにちょっと細工をしておきます。どんな細工かっていうと、このプローブの端っこに蛍光物質をつけて、でも光らない。光らないようにするためにこのクエンチャーと呼ばれるようなものをつけておくんです。要するにお蓋をしておく。悪さをしないように、光らないようにするということをしています。で、これもアニーリングすると、こっちももちろんつくんですけども、ここも短いので、一緒にそこにぴったり合うところにくっつくんですね。くっつきます。でもこっちがどんどん伸びてきますよね。どん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 伸びてくる。伸びてくるとここでぶつかっちゃう。ぶつかっちゃうときにこのプローブと呼ばれるのはちょっと弱いので弾き飛ばされちゃうんですね。こっちから伸びてきた方が優先されてって弾き飛ばされちゃう。で弾き飛ばされるとこうやってバラバラになるんだけれども、ここにバラバラになってしまったときにこのクエンチャーと呼ばれるものが外れてしまってピカピカと光ると、ここを通過したものに対してピカピカ光るというのがこのプローブ法と呼ばれるものです。で、新型コロナウイルスの検査はこっちじゃなくてこっちを使っています。なぜこういうことを使っているのかっていうのをちょっと分かりやすく、今だとねなかなか難しいから例えでしてみました。例えば皆さんが池袋から東京の間を行き来するというふうにしますと、いろんな行き方がありますよね。池袋も東京もたくさん電車が走ってます。だからいろんな行き方があります。でも例えば山手線で内回り外回り使う方法もありますし、埼京線で新宿あるいは赤羽まで行って高崎線、マニアックな方法で行く人もいるかもしれない。あるいは山手線で新宿まで出て中央線で東京駅行く方もいらっしゃるかもしれない。いろんな方法があるんだけれども、一つ茗荷谷っていう駅を通ってくださいっていう指定をしてあげると、実は行く方法は一箇所しかありません。丸の内線使うしかない。丸の内線の茗荷谷駅を必ず通ってくださいと。そうするとたくさんある方法の中でたった一箇所しか一通りしか通る方法はなくなります。実はこの PCR っていうのはこの池袋と東京というのがプライマーに相当して、茗荷谷っていうところを使ったのがプローブというところ、こういうのを設定してあげると、このルートたくさんあるルートの中でたった1個に絞られますよ。だからウイルスがに特有なところを見つけ出して、そういったところにこのプライマーというものとプローブを設定するともうそれしか認識しませんというようなものが出来上がる。これを特異性ということを言うんだけれども、そういう特異的なものしか検出されないような検査法っていうのを使っています。でこういうふうにして検査をします。でさっき言ったように抽出した RNA っていったものをこの RNA の液のごくごく少ない数マイクロって書いてありますよね。それから反応液の調整というところでこれも数マイクロ、そういう小さな反応で判定をします。だいたい唾液とかの液は 1cc とか 2cc とかって目に見える長さですよね。でもその中のほんのちょっと
の液を使って実は検査をします。でそれをこの一つ一つのウェルが一つの一人の検体です。一つとしてのウェルが一人の検体だから、この96個穴が開いてるんだけども、全部で96人いっぺんに検査ができるというところになります。で今はこの RNA 抽出をせずに、この液から直接全処理をして PCR をかけることもできます。そうすると時間が短縮されるっていうことと、ほんのちょっとものがあれば PCR をかけることができるという、こういう利点がある。じゃあ実際にその PCR のプローブと、あるいはプライマーってどこに作ってるのか。でここはコロナウイルスのタンパク質を作るゲノム情報で、実際にタンパク質は部分というのはここの部分なのね、この部分で、このうちの核の中、ゲノムの中を押さえているタンパク質が N タンパク質っていうんだけれども、この部分に PCR のプライマーとプローブを作っています。なぜここなのかっていうと、実は変異が少ないからという理由があるんだけれども、ここの部分でしかも2箇所作っています。2箇所作っている。でそれをここの反応液の中にいて、こういう小さい、どれくらい小さいかっていうと、実はこの机の上にすぐ乗るぐらいの機械です。この機械はね、この機械の中にさっき見せたそのプレートをここの中に入れると、さっき言ったこの手順に踏んだ PCR 機が回って、だいたい1時間ちょっとの時間で結果が出ます。でリアルタイムってあるんだから、リアルタイムに見えるでしょうって思いますよね。じゃあどういうふうに見えるのかっていうのがこれです。最初は光が小さいからなかなか見えない、光がね全然出てこないんだけれども、ある時からピューッと増えてきます。こうやってきれいに直線になってますよね。これがさっき言った2倍2倍2倍って増えてることを表している。こういうふうに表していくと、このチューブの中にウイルス、 RNA のウイルスがあるねっていうのが分かるわけで、このウイルスが多ければ多いほど早く立ち上がります。早く、だからこの赤いものの方が数が多い、たくさんウイルスが存在しているということを示している。でいわゆるよく CT 値40っていう言葉を聞いたことがあるかもしれないですけど、これはあの回転を40回まで回したときという意味です。この40回まで回しててもこういう立ち上がりがなければ陰性と判断をします。このみたいに全然上がってこないと、なければ上がらない、ウイルスだけの部分だから、ね、あればこうやって増えてきます、なければ増えません。で時々なんだけれども、この40という線を超えて増える場合があります。でこれは陰性というふうに判断をします。40回を超えて上がってきても、これは陰性、ないのと一緒というふうに判断をします。こうやって皆さんの手元にウイルスが検出されました、陽性でした、ウイルスが検出されませんでした、陰性でしたという結果が届くことになります。でこれが判定ということになります。じゃあここで振り返ってみましょうね。 COVID-19 の診断、抗原検査と PCR 検査というのがあった。で抗原検査はタンパク質を検出するものでした。で一方でPCR 検査はゲノムを検出するものだった。でその特徴として、このタンパク質というのは入ったウイルスから取ってくるものだから、実は増幅ができない、だから入った量のものしか捉えることができないというところだね。だからどうしても感度が少し悪くなってくる。一方で PCR 検査というのは、さっき言ったようにPCR というのでどんどん増やすことができますよね、増幅ができるということ、だから少ない量でも測定ができる。これが実は感染初期、入ってまだあんまりウイルスが増えてないときに PCR が有効だというのはわかるかなと思います。つまり
40回50回回せば1個のものが1兆個ぐらいまで増えちゃう。だから小さいものでも見えるという、そこがこの抗原検査と PCR 検査の違いという形になります。でよくテレビの中で出てくる感度という言い方、あるいは得意度ということが検査にとっては非常に大事なんだけれども、この言葉ってちょっと特殊なんだけれども、ここの来て勉強したっていう意味でこの言葉をちょっと覚えておいてもらいたい。で、感度というのは陽性者がちゃんと陽性でしたよっていうふうに判断するのが感度というものです。で、得意度というのは陰性、かかってない人をちゃんと陰性だというふうに判断したのを得意度というふうに言います。これが感度と得意度ということで検査の精度を表す指標になっています。で、抗原検査は実は少し悪いんだよ、この数字がね。どうしても偽陰性あるいは偽陽性というのが出てしまうということがあるんだけれども、 PCR 検査に関しては実は感度得意度とも 100% です。今の検査は 100% です。でも世間では、70%、60% っていろんな話聞きますよね。なんで 100% って言い切っていいの？言いますよね。じゃあそこの要因っていうのをちょっと考えてみると、実は PCR 検査で偽陰性っていうふうに判断される場合があるのは、実はウイルス量そのものが少ないっていうことが一つと、もう一つは見えないウイルスを取ってくるときに捕獲できなかった。お鼻の中に突っ込みますよね。目に見えたら取れたっていうのは分かるんだけども、ウイルスは目に見えないですよね。だからいるところと取ってきた場所が違ってたら、いるのに取りきれないっていうところがあって、それが偽陰性を生む一つの要因です。だから PCR そのものではない、こういうところであるので、日を改めて検査をするということが大事になってくる。そうするともう一つ返ってくるんですよね。何度も検査するのは面倒だ、無駄じゃないかというふうに思う。でもじゃあ皆さん、お掃除きれいに保つためにはお掃除毎日しますよね。ここも研究所もあるいはセンターの病院もきれいなのは毎日お掃除して床磨きをしてくださる方がいらっしゃるから。でもよく考えてみてください。お掃除した次の瞬間にほこりはたまりますね。だからお掃除しませんかっていうと、どん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 ほこりがたまっていきますよね。それと同じ、検査というのはやっぱりこまめに検査をして、気になったら検査をするということが非常に大事なところ。で、そういった意味で決して無駄ではない、お掃除が無駄でないようにね、検査も決して無駄ではないということです。じゃあ偽陽性となる、陰性なのに偽陽性が出ちゃったというのはどういうことなのかっていうと、これは主にはコンタミネーションっていう言葉で使うんだけど、いわゆる汚染です。さっき見ていただいた96A のプレート、隣同士が違う人です。すごい近いですよね、ウェルが、穴が開いてる場所が。で、そういう操作をしているときにちょっとしたことで捕まえてしまうことがあるんです。次の隣のウェルに入っちゃった、物を やり取りするときに入っちゃったっていうことがある。こういうふうにすると、さっき言ったように PCR はものすごくいい感度ですから拾っちゃうんですね。で、こういった操作がヒューマンエラーといったものが偽陽性を生む要因になっています。で、これはどういうことなのかっていうと、皆さん今ちょうどね、いろんな日々の家計簿をつけてる方もいらっしゃるかもしれないですし、いろんなところでやるんだけど、この計算機を使って合計を計算したりしますよね。で、この時に計算機は常に正しい答えを出す、そうでないと計算機じゃないですもんね。で、じゃあ計算機が間違えるっていうのはどういうことなのかっていうと、ここの数値を入力するときに間違えるっていうことがありますよね。それから出てきた答えを写し間違える、こういうミスが出て、
実はまさにこのここが PCR 機です。だからこの操作上のミスというのはここに当たる。この時のミスといったものがこういう偽陽性を生んでしまうということがあります。だから PCR そのものは決して感度得意度が低いということは絶対にない、そういうふうなものとして確立されているものなんですね。だからこういうヒューマンエラーを少なくするためにどうしているかっていうと、自動化ということで人の手をなるべくかけないようなシステムっていうのを検査の中で使っていますし、あとは非常に慣れた操作に慣れた方が実際に検査をしています。でこういう恐れがないように実際に行っているということになります。で事前にいただいた質問の中にね、変異株でどうかっていうような対応についてご質問があったので、それに対してちょっとここで一つ一枚まとめてみました。抗原検査から PCR 検査、実はこれそれぞれが認識するのは変異が少ない領域を選んでいます。多くは N の領域、要するに殻の中にあるゲノムを止めている、ゲノムと一緒にくっついているタンパク質の領域を抗体あるいはプライマープローブっていうのを作っています。でじゃあもしこの部分に変異が起こったらどうするのか、ここの部分ももちろん変異が起こります。そうすると抗原検査の場合は新たな抗体を作らなきゃいけない。で抗体を作るっていうのは実は時間がかかってですね、数ヶ月ぐらい早くてもかかってしまう。そうすると今のコロナウイルスものすごい変異が早いですよね。出来上がった頃にはもう次の変異が起こってるっていうことがある。だからなかなか追いつかないというところがあって、今使われている抗原検査の感度が落ちているというのはそういったところにも影響はしているという形になります。で一方で PCR 検査に関しましては新たなプライマーとかプローブを作る必要があるんだけれども、これ実は1日か数日でできてしまう。これはウイルスのゲノム情報がもうすぐに今分かる時代なので、そこからコンピューターで計算をして、さっき言った池袋、明潟に東京というそこに適したものをすぐに見つけることができます。だからこういった変異株がもし出てきたときに新たなものを見つけようとすると、圧倒的に PCR 検査の方が早く順応できるというのがこの検査の違いになります。でこの抗原検査と PCR 検査、 PCR 検査はやっぱり検査の会社あるいは PCR の病院やってるところできちんとするということがあるので、一手間二手間ちょっとかかってしまいますね。一方で抗原検査は気軽に自分の中でできますよね。鼻の中にちょっと突っ込んで液ポタポタって垂らせば15分から30分で分かってしまう。だこの欄の特徴をしっかりと押さえた上で両方の検査っていうのをうまく活用して感染を知る、早めに知るということがすごく大事なことだというふうに思います。でこのコロナになってね、検査っていうのが前面に出てきて、で PCR っていう言葉が世の中に一気に広がりましたけれども、実はこの PCR っていうのはさまざまなところですでに利用されていたのね。例えばここにあるような B 型や C 型の肝炎のウイルスのものとか、ヒトパピローマウイルスですね、そういうウイルスの検査とかっていうのも使われています。で最近ではお薬の選択で人それぞれの特徴に合わせたお薬を作りましょうっていう形があるんだけども、その基本にあるオーダーメイドの基本にあるのが実は PCR の技術を使っています。それからよく出てくるのは、まあ犯罪捜査とかあるいは津波とかでね、被害があったりとかに対してどういう人がだったのかっていうのを特定するための DNA 鑑定あるいは親子鑑定というのは実は PCR を使ったものです。から身近なところでは食品の安全性といったところでも使われています。例えばちょっと前にシジミがね、国産品だあるいは海外産だっていうような問題がありましたよね。あるいは牛肉だってこれは本当に国産なのか、要するに和牛なのか外国産なのか
というような問題があったんですけど、それを特定するのも実は PCR でできます。それから食中毒なんか入ってきます。あるいは最近よく言う組み換え細胞、組み換えの大豆であるとかジャガイモとかっていったものが出てきますので、それが入ってるのか入ってないかを調べるのも PCR 検査です。から今問題になっている鳥インフルエンザありますね、あの確定検査っていうのは実は PCR 検査です。こういったところに実は身近に PCR 検査っていうのはよくよく使われている、当たり前のように使われている。でもちろん研究の中で PCR は日常茶飯事として使っている。で皆さんがよく研究の中で知られて知ってるかなと思うのは、ちょうど昨年ねのノーベル生理学医学賞っていったものが、内容わかりますかね、あの今の人類の祖先の中にネアンデルタール人のゲノムが入っていたよっていうことを示した研究者がノーベル賞を取ったんだけども、その基本を示したのが実は PCR なんですね。でこういったユニークな研究の中でも普通にPCR というのが使う、逆にその PCR があるからこそそれがよく分かったということになります。で我々の日常の中で影の核の中でいっぱい使われていた、であまり理解しなかったんだけども、今回コロナというところでそのコロナを知るために PCR 検査といったものが出てきた、あるいはそこに抗原検査というのも出てきた。でこれらをいい機会としてね、理解してもらえれば、こういうところでこういうふうに使われて、そして私たちの中で役に立つような情報を得られているんだっていうのを知ってもらえたら幸いかなというふうに思っています。まあ途中ね、少し難しいお話ちょっとさせていただいたんだけども、まあ、限られた時間の中で なるべく、まあ、噛み砕いて話したつもりなんですけれども、まあ、皆さんがその中でちょっとでもね、この PCR 検査あるいは抗原検査といったものの意味っていうのを分かってもらえたら嬉しく思っています。どうもありがとうございました。